東部6万系電車の車内の様子東部6万系、電車6万1601編成、及び6万1617編成の列車無線アンテナの違い。6万1616 16編成以前の車両はアンテナが一つだけに対し、6万1617編成以降の車両には二つ取り付けられている。なお、6万1616 16編成以前の車両は、 新生児は二つ目のアンテナの取り付け準備がなされていた。東武6万系電車は2013年6月15日から野田線で営業運転を開始した東武鉄道の通勤型電車。5万系をベースに人と環境に優しい車両をコンセプトに新たに設計した。野田線において定期列車に運用する通勤型車両としては1944年。 陸上交通事業調整法に基づき、東武鉄道に吸収されて、依頼発の新型車両である。それまでの野田線の車両は、前身の北総鉄道総武鉄道時代に、新造された車両を除き、いずれも、東武の他線から転入してきた車両であった。5万系を基本に、人と環境に優しい次世代車両をコンセプトに新たに、設計した車両で、さらなる環境への配慮や、 小メンテナンス、小エネルギー化、バリアフリーの推進や安全性、快適性の向上を図っている。5万系に引き続いて、アルミニウム合金車体を採用した。野田専用として、第一期計画では2012年度から2015年度までの間に導入された。2012年度は2編成、2013年度は6編成、2014年度は8編成が新造された。 2015年度は2編成が製造されて、第1期計画の18編成すべてが導入されている。投資予定金額は約136億2100万円で、1両あたり約1億2612万円が投じられている。5万系列に引き続き、20メートル給料開き4ドア・日立製作所が提唱する鉄道車両製作システム A トレインによる、 軽量車体で FSW 溶接のオールアルミダブルスキン構え体である。外装の多くの部分は無塗装アルミのシルバー色であるが、戦闘車前面下部と各車側面上部には頭部グループのグループロゴカラーであるフューチャーブルーを帯状にドア脇には視認性の高いブライトグリーンを配し、野田線沿線の自然環境と調和したデザインとなっている。 前面と側面の行き先表示器は三色表示式の LED 式である。側面の行き先表示器は行き先表示と降車表示の交互表示が可能で、走行中は消灯する。登場当時、野田線には普通列車しかなかったため前面、側面とも種別は表示されなかったが、2016年3月26日の急行運転開始に向けて2016年2月から、 種別も表示するように変更されている。非常脱出用はしごは5万系と異なり、中間車の床下ではなく前面の非常扉に配置されている。2014年4月1日より、野田線に東部アーバンパークラインの愛称名が導入されたのに、伴い1号車と6号車の前面と側面両側にロゴが付けられた。これは同線を運行する8000系や130。 形及び同系50番台にも施された。5万系を基本にしているが、つまめは木目調で、車内照明には LED 式を採用しており、車掌側設定により通常の 50%25% の明るさへの切り替えが可能。なお、導入当初はややピンク色の LED が使われて、板が後に白色 LED に取り替えられた。各中間車には車椅子スペースを 1> 各一箇所ずつ設置している。座席は掛け幅 460mm の型持ち式、オールロングシートで、モケットは一般席が爽やかな水の流れをイメージしたブルー系である。座席端には大型の仕切り板を設け、側扉間の座席にはスタンションポールが一本設けられている。優先席は安心感や優しさを感じさせるブラウン系で、 リンプル加工で滑りにくい形状の黄色の握り棒を設けて前席から立席しやすいよう配慮している。4カ国語対応の17インチワイド LCD の車内案内表示装置を各ドア上部に設置し、行き先、自駅案内、駅設備、ドア開放向等を表示している。またラジオ受信装置を廃止する一方で、東武鉄道の車両では初となる。 公衆無線 LAN サービスを行っている。貫通扉は全面ガラス張りになっており、野田線沿線8市の市の花、市の花木及び区の花である桜、富士、ひまわり、筒子、卑境を描いたステッカーが貼られている。都平装置はナブテスコ社製のラックスター型を採用している。また、車内保温のため各車両の貸しはの位置扉のみ回避できる。 ドアカット機構を有している。主電動機は、カゴ形3小誘導電動機の TM12 型で、速度センサレス制御により不要となった PG センサを廃止したほか、密閉構造化で低騒音化や、小メンテナンス化を図っている。制御装置は、日立製の PWM 方式の2レベル、VVVF インバータ制御装置で、新型エベットモジュールの採用などで容積を、 約30%小型軽量化させている。台車は側量が4面溶接構造のモノリンク、軸箱腰地装置式軽量ボルスタレス空気バネ台車で、サーツ弁の設置場所を従来の台車横両上部から、側両外部に変更して、メンテナンス性を向上させている。ユニット式の基礎ブレーキ装置は、M 台車、T 台車ともに設けることで、 ブレーキの速達性と軽量化を図っている。終電装置には、東洋電気製造製シングアーム式パンタグラフの PT7112 型をハ六、oh、62600型とハ六、oh、65600型に各一機ずつ設置し、東武鉄道発のパンタ上昇検知装置も搭載している。また、先頭車両運転席付近の屋根についている列車無線アンテナが、 六万千六百十六編成以前の車両は一つだけに対し、六万千六百十七編成以降の車両には二つ取り付けられている。列車無線のデジタル化が計画されており、六万千六百十六編成以前の車両も二千二十年三月まで、アンテナが増設された。補助電源装置は、小型軽量化された、東芝製、イベット阻止の低層音静止系インバータで、 モハ63600型と、サハ64600型に、各一機ずつ搭載しており、サハ64600型には、片側の SIV の故障時に備えて、電磁接触機も設けている。容量は200区場で、架線からの直流電源を交流 440V、60Hz に変換する。ブレーキ装置は、保安ブレーキ、 抑圧ブレーキ付きの改正ブレーキ併用デジタル指令、アナログ変換式の全電気指令式で遅れ込め制御も行っている。各社には車輪の滑走を防止する滑走防止装置を設置している。また、速度時速 70km 以上の走行中に作動した際の非常ブレーキ増圧機能や回避時の転動防止機能もある。 東武鉄道発のバックアップ制御を導入しており、一両のブレーキが作動不能の場合には、車両情報制御装置からの指令により健全な5両のブレーキ圧力を15%上昇させることで、編成のブレーキ力を確保できるようになっている。ただし、車内規定に基づき、徐行運転となる。車両情報制御装置は、日立製の ATI で、運転契機のグラスコックピット化や、 従来のモニター画面との2画面化がなされている。なお、61601編成の3号車唱歌には試験 CP が搭載されている。通常は野田線のみで運転されているが、2019年4月には東武スカイツリーライン、伊勢崎線を経由して、佐野線に臨時列車として入線した実績がある。柏駅で方向転換をするため、このようになっている。 ありがとうございます。